フリード・ホーセス・ニルス・キュレーゲルはスウェーデン人の画家である。スウェーデン南部カルマル県のカルマル市に生まれた。父親は木工製品の事業を経営していた。1874年からスウェーデン王立美術院で学び始めるが病気になり中退した。1878年にエドバルド・ペルセウスが教える私立の美術学校で修行を再開した。 1881年にパリに渡り、私立の美術学校、アカデミー・コラロッシュで、ジャン・ポール・ローランスに学んだ。多くの北欧の芸術家も集まって、風景を描いていた、グレシュル・ロワンでも活動し、1882年に初めてパリのサロンに出展した。1887年にスウェーデンに帰国した。1892年に画家のリッカルド・ベリが購入した。 ゴーギャンの絵画から掲示を受けたキュレーゲルは、ディッカルド、ベリ、ー、カールヌードストロームと共に、スウェーデン西海岸にあるバールベリで1893年から1896年にかけて過ごし、作品制作を重ねて、総合主義的様式を発展させた。キュレーゲルの作品は、スウェーデン美術におけるジャポニスムの例としても挙げることができる。彼は、ゴッホのスケッチを研究したが、 そのスケッチのルーツは日本の葛飾北斎の作品であった。さらにキュレーゲルはベリの家の扉に詐欺の日本画を模写したこともある。キュレーゲルとゴッホのスケッチの類似性については研究者にも指摘されている。ありがとうございます。